刺繍教室へようこそ。今回は恐竜の刺繍をしてみようと思います。まずはガイドになる36ミリの円を描いておいて、この中に恐竜を描きます。頭はちょっと豆っぽい楕円っぽいものを描いたら、首を長めにして足を描いていくんですけど、ちょっと恐竜の足がどんなものかっていうのがいまいちわからなかったので、雰囲気で描いちゃいました。なんとなく背中の方が丸いイメージだったので垂れさせてます、お尻にかけて。で、尻尾はちょっと長く犬みたいになっちゃったんですけど、まあいろんな恐竜がいるっていうことで可愛い感じに描きました。あと模様を半円みたいな感じで描きました。8センチの刺繍枠をはめて刺繍を始めたいと思います。模様の部分を作っていくんですけど、模様はあまり分量が多くないので1本の刺繍糸を半分にして2本取りのような感じで針に通してます。で、糸処理なんですが、裏のこんな感じで輪になっている方ができるので、そこに針を通してもらうとこれでもう動かないので、この状態で波縫いをしなくても刺繍を始めることができます。これは1本取りを半分にした場合の話なんですけど、こんな感じで半円っぽくなるようにお尻の方までずっと模様を作っていきます。色は本当に好きな色でいいんですよね。恐竜って実は青とか緑じゃなかったっていう話を聞いたことがあるので、好きな色でやってください。刺繍枠をひっくり返して裏側の糸処理なんですけど、このように糸全体をすくってしまうと少し緩くてたるんできてほどけてしまう可能性があるので、糸の中を貫通するように通して糸処理した方がしっかり止まります。次は体を刺していきます。顔と体ですね。どんな方向で刺そうかなっていうのをなんとなくペンで書いて始めたんですけど、私はなんか半分も守れてないかなぐらい途中で方向を変えてるのであんまり意味なかったんですけど、まあとりあえず顔は斜めにいつもするようにしてます。今回使うステッチはサテンステッチとロング&ショートステッチだけっていう感じのシンプルなもので構成してます。そういえばそろそろバレンタインでいろいろなんかやりたいことがあったんですけど、私1月の後半2週間ぐらいずっと調子悪くて寝込んでて、なんか何にもできなかったんですよね。刺繍何やろうっていうアイディアも浮かんでこないし、やろうという気持ちにもなれないしみたいなことがずっと続いてて、でようやくメンタルが回復してきてやろうかなって思って座ったらなんかものすごく腰が痛くなっちゃって、金曜ロードショーでパイレーツオブカリビアン見てたんですけど、なんかほんと痛くて座ってられなくて気持ち悪くなっちゃって何にもできないみたいな日を何日か過ごしてて、ようやくっていうかもう病院に行こうってあんまり思わないんですけど、あ、ここから縦向きにしてみました。で病院に行ったんですけど、なんかもう結構痛かったし気持ち悪くなるぐらいだったので、何かねヘルニアとかそういうのかなと思ったんですけど、レントゲン撮っても全然問題なくて運動不足だねって言われてしまいました。なんか本当に動かないので座ってるか横になってるかが多いので、そんな感じで運動してくださいっていうことでした。っていうので、そうバレンタイン系のものが今年もできなくて、本当にこの時期すぐ冬眠するからダメですね。
はい、そんな感じで首までさせて、ここら辺からあの体、お尻の方にかけてだんだんロング&ショートにしていきます。距離が長くなるので重ねて、糸を重ねて刺してあげることで糸が浮いてきたり下の布が見えるのを防ぐことができます。ステンステッチの時もロング&ショートステッチの時もこの2本の糸の中に針を入れて刺しているのは糸のねじれを防いでツヤをきれいに出すためです。こんな感じで足はこの端の線と端の線を守って真横で刺しました。前足が刺せたので次は恐竜から見て右の前足を刺していこうと思います。まず図案の線の上に針を出して左足と前足のちょうど重なる部分、同じ布目に針を入れてあげることですごく綺麗に見えます。これがずれてしまっていると足が離れているように見えたり、ボコボコガタガタ下の布が見えちゃったり、なんかもう綺麗じゃなくなるので、ここですね、こんな風に同じところに刺してあげます。これやるだけでかなり隙間がなくなって綺麗なステッチがステッチとして見えるし、足の境目も結構はっきり見えておすすめです。体はロング&ショートステッチをしていきます。1段目で作ったステッチとなるべく同じ角度が良かったんですけど、なんか私ちょっと違う角度になってるからすごい仕上がり汚くなっちゃったんですけど、めちゃめちゃ久しぶりの刺繍なので、まあこういうこともあるよねっていう感じです。この細かい模様の端までちゃんと布が見えなくなるように糸を並べてあげるとすごい綺麗に見えると思います。まあ、そんなこんなで後ろ足も完成して、尻尾です。尻尾が多分一番何これどうやるのってなるポイントな気がするんですけど、最初下1センチ以下だから5ミリぐらいはこの角度でなんとなく真横で刺してみるんですけど、ここから角度をつけていくんですけど、多分初めてやった時私もはぁって思ったんですけど、まず針を出す時に針の先端分ぐらい少しだけ隙間を開けて上に、この場合だったら上に針を出すんですね。ほんとちょっとです、このぐらいで針を入れるのは出した場所よりも若干下げてあげます。本当に隙間がめちゃくちゃあの右側空いてしまったら戻って刺せばいいだけなので、そこは大丈夫なんですけど、このぐらいずつ上げていくんですが、もうそろそろ結構急な角度で上がっていくので、この辺からすごい不安だと思うんですよね。こんなにサテンステッチで真横に例えば刺す時にこんなに開けたら前のステッチとだいぶ開いてしまって下の布が見えちゃうってなるんですけど、下に針を落とすことでこんなに離れててもなんかうまくこうつながって角度もついて先が尖ってってくれるんですよ。このぐらい空いてきたらもうだんだんこれはもしかしてサテンステッチというよりはアウトラインステッチかもしれないみたいなステッチに変わっていくというか変えていきます。一応面を埋めてるのでサテンステッチではあるんですけど、この先をちょっと見てもらいたいですね。だいぶ
もう針を落とす位置も下だし、出す位置もね、これ真横に刺すステッチだったら下手くそだっていうぐらいなんですけど、これで大丈夫なんですよ。こんないたら不安ですよね。私もなんか久々に刺してすごい、これどうしよう、うまくいかないかもしれないと思ったんですけど、結構うまくいってると自分では思って刺しました。どうなんでしょう、なんか最近アフレコ、最近っていうか久しぶりに入れたから普通に喋ってる人みたいになってしまったんですけど、まあこれはこれで、あ、こことかすごい分かります。もうアウトラインステッチの時の幅ですよね、この空いてる分量。なんかここもちょっと浮いてるなと思って同じところから出して、なんか半分だけ曲げるステッチみたいなのを入れてるんで、もうこれは実質アウトラインステッチかもしれないし、なんかちょっと猫みたいな犬みたいな尻尾になっちゃったんですけど、まあよしとして糸処理していきます。でここちょっとアウトラインステッチっぽいからサテンステッチのところまで戻りました。戻って糸処理しました。目の色何色にしようかなって結構ここ悩んでるとこですね。でも初めてやる人にとっては多分2色で出来上がった方があんまり糸買わなくて済むから節約になるなと思ったので、模様のところと同じ、あの、なんだろう、濃い紺色みたいな色にしました。で2本撮りでも良かったんですけど、なんかぼーっとしてて1本撮りでストレートステッチを入れています。下にサテンステッチがあるのでそこを3本ぐらいまたいで、なんかすごい眠そうな恐竜になっちゃったけど、まあ可愛いので OK です。ほんとこんな感じで、ありがとうございました。